ブルーミンデイズ、日々これ良き日。少し前から空を頻繁に飛ぶツバメを目にする機会も多くなっているように思いますが、雨が降る前はツバメが低く飛ぶという習性もよく知られているように、この時期はヒナのために餌を取るのに大忙し、まさに子育て真っ最中ですね。そしてそろそろ巣立ちの時期を迎える頃です。そんなツバメは春を告げる鳥とも言われ、春から夏に日本で暮らし再び南へ飛び立っていく渡り鳥の一種です。先日スタジオの行き帰りに東久留米の駅でツバメを見かけまして、わざわざ危険を冒してまでなんで行ったり来たりするような暮らしをしてるんだろうねとスタッフと話をしていました。ということで今回のインタレスティングブルームでは渡り鳥について調べてみることにしました。渡り鳥とは季節によって住む場所を変える鳥のことを言い、春夏に南から日本へ渡ってくる鳥を夏鳥、秋冬に北から日本へ渡ってくる鳥を冬鳥と言います。この渡り鳥、何千キロ何万キロをも飛ぶ種類もいて、目的地までほとんど飲まず食わずで渡る鳥もいれば、途中で外敵に襲われたり力尽きてしまうものもいます。なぜそんな危険を冒してまで移動するんでしょうか。その一番の理由は食べ物のためと考えられています。でも鳥の食べ物なんて日本にたくさんありますし、同じ鳥でもスズメやハトなどは渡ることはしないですよね。それは何の違いなんでしょう。これは主に種子を食べているスズメやハトは渡ることをしなくとも一年中餌に困ることなく暮らせますが、夏鳥の一種であるツバメなどは主に昆虫を食べるため、食べ物が少なくなる秋冬は昆虫が取りやすい南へ移動し、逆にカモや白鳥は春夏の時期は餌を取る競争相手も少なく、敵に襲われる確率も低くなるシベリアなど北に移動します。つまり渡りという高いリスクを冒しても餌を効率よく得ることができたり、安全に繁殖、育児、生活できた方が渡り鳥にとってはメリットが大きいということなんだそうです。ちなみにこの渡り鳥の中で最も長く移動している極アジサシという鳥はなんと北極から南極まで移動していて、夏に北極で子育てし、冬には南極まで移動しています。この往復する距離は約8万キロ。これは約地球2周分。また彼らの寿命は30年を超えるくらいなので、一生で表すと240万キロ。これは月まで約3往復する距離に値します。人間が乗り物に乗って移動したとしても大変な距離なのに、それを自分の翼で移動しているなんてどんな体の構造なのか、さらには正確な方向へ飛んだり同じ場所に戻ったりできるのはなぜなのか、興味が湧きますね。調べてみますと、渡り鳥の場合長距離を飛ぶためにあった体や能力がもともと備わっているようです。飲まず食わずでも大丈夫なように、餌を食べるときには胃腸など消化器官を大きくし、移動するときには
飛びやすいように消化器官を小さくするなど、内臓の大きさを変えることができるんだそうです。合わせて脳の半分だけを眠らせ、周囲に気を配って飛び続けながらも休むことができる半休睡眠という能力もあります。この能力はイルカやクジラも持っていると言われますね。さらに方角を間違えずに飛んだり、同じ場所に戻ってこれたりする理由としては、太陽や星座の位置を頼りにしたり、地球の磁気を使っていると考えられていて、ある程度の場所へ来たら地形の記憶を頼りに飛び、最終的には目で確認したり、他にも周辺の匂いや仲間の鳴き声を頼りに確認するということもできるようです。私はかなりの方向音痴なので、この能力は本当持っていたらいいだろうなというふうに感心するばかりなんですけれどもね。それではここで一曲お送りした後、私たちの身近にいる渡り鳥、ツバメとマガンの生態についてご紹介したいと思います。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。Interest in blue。さてここからは、この渡り鳥の仲間で夏鳥の一種、私たちの生活圏の中で身近なツバメの生態についてご紹介します。ツバメは日本が冬の間は南の国で過ごし、台湾、フィリピンなどで冬を越した後、春になる3月頃から日本に飛来し始め、繁殖のために巣作りを始めます。日本から台湾、フィリピンまでといっても、その距離は2000から3000キロほども離れているので、あの小さな体で日本までたどり着く身体能力はまさに驚異的です。その距離を移動するスピードは時速45から50キロほどで、途中で休みながらも1日に最長で300キロも移動することが確認されていて、太陽の位置を目印にしながら進路を定めていると言われています。さらに驚くのは、外敵から逃げる時の速度で、最大速度は時速200キロにも及び、テニスの錦織選手のサーブに匹敵する速さといいます。これも素早く移動できることに特化した体の構造や能力なんでしょう。またツバメの特徴としては、結婚した相手との相性が良ければ、どちらか一方が死ぬまでつがい関係を維持すると言われていて、春が来るたびに夫婦はそれぞれ長い旅をして日本で待ち合わせ、仲良く子育てをします。ちなみに巣立ちをするまでに生き残ることができるヒナは5割程度。自然の厳しさを感じる数字ではありますが、驚異の身体能力をもってして渡り鳥として生活を送るためには必要な試練なのかもしれませんね。続いては冬鳥の一つ、マガンについてご紹介します。マガンはカモ目カモ科の鳥のことを総称したガンの仲間で、他の種類としてはシジュウカラガン、ヒシクイ、コクガンがいます。実はこの日本に飛来するガンがどこから来てどこへ行くのか、つい近年まで分かっていなかったそうなんですが、最近になってやっと日本に飛来するガン類の渡りルートの一端が明らかになり、それによれば
現在主に宮城県に飛来するマガンたちの主な繁殖地はオホーツク海を越えたロシア北東部にある攻略山脈を越えた広大なツンドラ地帯だということが分かりました。かつては日本で明治時代の狩猟解禁以来盛んに狩猟されるようになったことや、マガンがねぐらとする大きな湖沼や干潟が埋め立てられたことと、夏の繁殖地であるロシア側のツンドラでも狩猟が盛んになったり、トナカイの放牧が広範囲化して巣作りできる環境が荒らされたことなどが理由で数が減ってしまったこともあったようですが、その後双方の国で保護対策が取られるようになり、現在ようやくガン類の数が増えつつあります。さて、この冬鳥の一種のマガン、川で気持ちよさそうに泳いでいる姿や餌を食べている姿は見たことがありますが、日本が繁殖地ではないためツバメのように子育てしている様子などは見ることができません。一体どのように暮らしているんでしょうか。5月の中旬ごろに北極圏に戻ったマガンは、5月の末ごろ集団からつがいに分散しておのおののカップルで巣作りを始めます。このマガンのつがいには特徴があって、カモ類のようにペアを頻繁に変える種とは違い、基本的に習性添い遂げるそうです。また卵を温めるのは常にメスが単独で行い、メスが巣を離れるタイミングは用を足したり食べ物を食べるときに薄暗くなった時間帯の20分から40分くらいの間だけ。オスはというと卵を温めない代わりに外敵から卵を守るために不眠不休で警戒しているそうです。その後卵が孵化し、ひな鳥が成長すると餌を取るために川や湖沼を行き来するようになるのですが、個別に暮らしていた別のマガン家族たちと次第に合流するようになり、共同保育園のようにしてさまざまな危険からヒナたちを守るため、いくつかの家族が集団となってヒナを合同で守り育てるスクラムを形成するようになるそうです。少し前に SNS で大人の鳥に前後を挟まれて50羽ほどのヒナ鳥が泳いでいる映像を見たときに、なんでこんな大勢のひな鳥のいるのかなというふうに疑問に思ってたんですけれども、これは共同保育ということだったんですね。ちなみにガンは渡りの際、誰かが傷ついて渡れなくなると仲間に付き添い、そのまま渡りを中断したり、一度飛び立ったのに気になって戻ってきたりと、夫婦や仲間の絆も深い鳥なんだそうです。このひな鳥たち、孵化後1ヶ月ほどで親と同等の体重になり、羽ばたきの練習も始め南へ旅立つ準備を始めますが、先に家族を形成していない若い個体やこの年の繁殖に失敗したつがいたちが9月頃から渡りを開始し、その年に生まれた子供を持つ家族はしばらく北の繁殖地にとどまり、やがてそれぞれ南へ飛び立ちます。秋の終わり頃にはこの夏に生まれた子供たちと一緒に再び日本へ戻ってくるガンたち、空を見上げた時にガン行という V 字型で飛ぶガンたちを見る機会がありましたら、ガンが見ている空からの世界や風景、長旅の様子などを想像してみるのも面白いかもしれません。またガンという名前が入った文学作品に触れる際には、
がんの生態などを思い出していただくと、より深く作品を感じることができるかもしれませんね。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。